トップを狙え科学講座どうもタカヤです天野です番組の後のお勉強会、うん、遅れ気味のタカヤさんと一緒に皆さんも補修を受けましょうね今日は第1回でこれから行く宇宙についてですタカヤさんは宇宙について何を知っているの真空と絶対零度って言うと思ったでしょうのりこも予習しました 宇宙は真空じゃなくてエーテルフィールドだし絶対零度じゃなくて国体副社のサンドですよね高谷さん意味が分かっていってるのええー、っと <laughs> じゃあ初めから勉強しましょうねそもそもの始まりは20世紀の終わりタンホイザー博士が発表したエーテル宇宙論で物理学は全て変わってしまったの。 タンホイザー博士って、5年連続でノーベル賞をもらったすっごい天才でしょえっ、ー、と、高校物理学のニュートンえ、古典物理学のアインシュタイン、現代物理学のタンホイザーって言われています。よくできました。で、彼が予言したのが、ワープ理論の基礎となったタンホイザーゲートです。あ、スターボーでしょう。スターボーは単なるアコウソク現象よ。タンホイザーゲートは、通常物質が光速を超えられる唯一の方法。 説明できるえっとブラックホールが2つぐるぐる回ってて真ん中に穴が開いてスターボーが見えるだっけ半分だけ当たりよくって互いにシュバルツシルト半径を共有する複数のブラックホールはその高転角運動の制御によって得意点がむき出しとなりエルゴ領域をその外側へ移すことができるこれがタンホイザーゲートよえっとつまり 勉強しますはいそれじゃあ次の質問宇宙旅行やマシン兵器を可能にした燃料アイスセカンドを説明せよこれは知ってます人類で最初に発見した常温で重力縮対している氷の同位体結晶ですねその静止質量の大半を運動質量の次元に預けているんです 光の赤方変異現象によって暗闇の中でも赤く光る宇宙に生きる女の宝石その通りだタカヤあっコーチわからないことはちっとも恥ずかしいことじゃない大切なのは根性と努力だはい私もアイスセカンドの似合う素敵な女の子になりますそれじゃまた